島さん、パパ起きるよ。おはようございます。今日は手越優也のモーニングルーティーン動画です。僕朝は結構強いんですけど、エマとイチャつく大事な時間なんで、割と目覚めてからしばらくはベッドにいます。エマだ、カピカピな、わか起きる起きる、わかと起きるから待って。起きたらまずは歯を磨きます。これさ、両利きなのよ。両利きだからどっちも持っても大丈夫だし、両手の方が安定する。同時に使う必要はないんじゃない？ 50 足す50、100じゃん。体のマックス値って50だから、人間右利きの人は50だし、左利きの人も50なんだけど、俺は両利きだから100なんじゃん。俺はこう思ってるけど、両利きの経験空間てかさ、ちょっと溜まったから後にしてくれない？よだれ垂れるわ、よだれ垂れる。これね、舌も磨くね、これ。ベロって案外菌溜まるから奥磨かないといけないんだよ。でじゃん、なんかかっこいいからって口臭あったら嫌だから、俺絶対超磨くんよね。俺テレビ局とかでも、あの昼とかのご飯弁当出てきたら、すぐ磨くから、口すぐ磨くんよ。歯磨き大好き、手越です。なんて言っちゃったよ。歯を磨き終わったら洗顔します。まあ大体みんな一緒ですよね、これはね。顔洗うと目覚めるよね。で洗ったら、俺の行きつけの美容皮膚科で買ってる美容液つけます。首とね、耳の後ろまで俺つけます。で、美容クリームをちょろっと取って、今日適当なんだよ、適当だけど、まあ美容点滴とかも俺結構行くんで、そういうところでケアしながら、こんな感じで OK。 で、人間の体の源は水なんで、俺は必ず顔洗って歯磨き終わったら水飲みます。本当はね、常温の方がいいんだけど、俺割と冷えた水が好きで。俺ね、トレーニングもしてサッカーもめちゃめちゃするから、1日にね、4、5リットル飲むよね、水。やっぱ人間の源だよね。人間の源っつうことは手越の源でもあるしね。水は大量に家に置いてます。お母さんが家に来た時にこのキッチン使って料理とかをします。犬のトリミングの時に来て一泊して、あの家の細かいところの掃除をしてくれて帰ってく。水回りとかめちゃめちゃ仲いいよ。親子だけど友達っちゅう感じかな。授業参観あったら割と自慢だったね、うちの母ちゃん、あれうちの母ちゃんですみたいな、あそこの一番お母さんたちの中で一番美しい母ちゃん、僕の母ちゃんですみたいな。そんな感じだったよ。そう、いや親は大切にした方がいいよ、マジで。お父さんお母さんとかもうね、うざいとか嫌いとかっていう人いるかもしれないけど、マジで大事にした方がいい。ほんとわかるから、親のありがたみが。自分がこう一人で一人暮らししたとか、弁当作る人いなくなったとかでマジでわかるから、俺は両親とは仲良くしてた方がいいと思うね。幸せな人生ありがとうっつってしょっちゅう親に言ってる。俺、あなたのおかげでめっちゃ楽しい人生だからってよく言ってますね。そう。そしてもう一人の大事な家族のエマちゃんの目を拭いてあげます。エマだ、めめふぎふぎよーでしょね。エマだ、毎日言って申し訳ないけど、今日も言うたらね、エマだ、清潔感がないとね、エマだ、女の子はモテないからね。
めんめんにメガネがついてたらね、性格の美女が台無しでしょ。に拭き終わったらせーので、あーエマだー、グーだねー、エマエマエマ、ウォーウォーウォーだからね、お前は悪い女だよ、エマさん悪い女、パパはエマにもうこんなになっちゃったねー、これからパパの仕事とか撮影も一緒に行こうね。そうね、今までの一人暮らしの家、ここが 1,2,3,4 軒目なんだけど、すっげえ気に入ってる。なんか紹介しようか。いいよ。これすごくね、あのね、俺のサッカー仲間がサッカー番組やる前に、俺がメッシのこと大好きだからって言って、将来手越がこんなにサッカー好きなんだったらきっとメッシに会えるよね、願い事というか会えますようにみたいなのでこれ作ってくれたのよ。したら見て、数年後これだぜ。すごくない？これ立ち位置も一緒っていう奇跡だよ。俺上手、メッシ下手っていう奇跡。夢叶うんだよね、本当に。マジで夢って叶うから、思い続けてたら。で、これこうニュースの小山慶一郎にもらったそらジロー。これ妹彩子からプレゼント。妹彩子がロケ行った時のプレゼント。俺さ、ちょっと一つ言って、家の紹介してんじゃん。俺一回家さらされたよね。あったよね。これみんな逆、もう知ってんじゃね？知ってるでしょこれ。言わずもがなじゃない？勝手に撮ってたよね。いけねえなんて言っちゃって。そうそう、朝晩俺必ず完全やるんですよ。その起きてすぐと風呂後かにやるけど、マジ大事。ストレッチ、トレーニングもするし、サッカーもするし、フットサルもするし、ランニングとかもしちゃうから、やっとかないとさ、怪我につながるんだよね。疲れ抜けるもん、溜まっちゃうじゃん、溢れちゃうじゃん、疲れが溢れると怪我になるんだよ。疲れ溢れさせないようにしないと。疲れが溢れたっけ？疲れは溢れるじゃない、ため息だって溢れるし。体からの脳のそのストレスとかに限界来るとはぁってなるわけじゃん。俺溢れないもん、ため息も。俺あんま溢れない人間なんだよね。あ、間違え、愛には溢れてるわ。ね。で、ストレッチの後は、いいね、喉開いてる。いやマジさ、ラジオやったりさ、テレビ出たりする時ってやっぱ声が出ないとさ、人に物って伝わらないじゃない。だから基本的には声を出すっていうのは俺必ずやるんですよ。そう、ルーティンの一つで。そうで、大体俺はこのぐらいのタイミングで服を着替えるかな。ここね、エマの部屋なんだけど、エマの人は寝ちゃってるけど、さっきは入っちゃった今ねんねんして。で、ここはもう帽子があったり、私服とか、まあ、私服寝室にもあるんだけど、あとサッカーの服とかね、この辺は部屋着、この辺は全部部屋着って感じかな。ズボンがあったり、まあ、冬用、夏用があったりとか、そういう感じですね。なんでちょっと着替えようかな。下映さないでよ。下はいやいや、めちゃくちゃもうバカじゃないの、マジで。ここら辺で頭も起きてくるので、パソコン作業、まず溜まってる LINE とか仕事のメールを返すっていうのが日課で、携帯でやるのももちろんいいんだけど、これ早いんよね、パソコンの方は。だからもうブワーって溜まったやつ返しちゃうの。でしょ、ガチゲーマーだからそれ。俺マジでほんとゲームすぎて、この 2,3 年でね、絶対視力落ちた。そう、あ、でね、こう作ったのよ、メガネ。ほらこれかっこよくない？これね、運転するときとかはこれかけてます、俺。すっげえ見えるね、バチバチに見えるから超見えるんだよ。でね、これ買いに行ったのよ。まあ、店員の人に、すいません、手越なんですけどみたいな感じで、あ、手越さん買いに来てくださったんですかみたいになって、視力検査とかいろいろやって、レンズできました。じゃあ
フレーム選んでくださいって言われて、俺さ物欲全然ない人だからさ、あんま買い物とかもしないわけよ。俺分かんないから、じゃあ俺に一番似合うやつでお願いしていいですかとって言って頼んだら、てこさやっぱロックだったらすごいお似合いだと思うんですよね、あじゃあそれでお願いしますって言って、まあ、メガネできました。で俺の中で3、4万行って3、4万かなと思ったので、ピッピッこちらになりますって言ったら30万って書いてあったのよちょ待てと、でも俺にかっこいいやつ何でもいいっすよって言った手前、そこでさやっぱりちょっと他のレンズというかフレームに変えてもいいっすかねっていうのは俺の男のプライドが許さず、あ領収書手越しで俺手越しじゃん、俺が手越しな手前買っちゃうよね、手越しだから気をつけようと思った、引き下がれないから手越しって。まあまあ結果こういう感じでかっこいいメガネができたからいいかなって、バチバチ見えるし。こんなもんだね。うん、ここから、まあ、仕事に行くこともあれば、ゲームすることもあれば、エマと散歩に行くこともあればって感じかな。うんうん、まあ至って普通よ。うん、人間だもの俺だって。ちなみに今日はこれから何をする？今日はこれから打ち合わせ一件ズームでやって、でその後に、まあ、俺いろんなボランティア今手伝わさせてもらってるんだけど、そのボランティアの弁当をあの子供たちというか家庭ご家庭に渡すっていうやつやって、夜、食事行った後にミーティングがズームミーティング、そこからまた2件かな。俺なんでこんな今忙しいんだろう夜毎日もう本当に、ま、昼前ぐらいからの活動開始なんだけど、から深夜までなんかやってるね。ほんと1時間刻みで。俺だってマグロだぜ止まれねえもん俺、じっとしてるって無理だから、もう仕事も遊びもスポーツもね、ずーっと動いてないと俺ダメなんよね。そうだから今すごい毎日めちゃめちゃ忙しくさせてもらってるんだけど、あなんだろうな、あとあの今その仕事と仕事とかミーティングの隙間を使って、あの今引っ越しの準備してる。そう結構大変なんだよね、荷物多いから。いや、めちゃくちゃこの部屋気に入ってる。あ、めっちゃ気に入ってるよ。気に入ってんだけど、契約もしちゃったんだよね。あともう数日後に交代業。これが手越しの家かみたいな感じで怒っちゃった。しょうがないじゃん、もう契約しちゃったんだから、それはしないよ。もう引っ越すしかないと思う。新居決まっちゃってる。梱包梱包。梱包しないと。もう荷物全部梱包。ミーティング梱包、食事梱包、打ち合わせ梱包、トレーニング梱包。以上、手越優也のモーニングルーティンでした。これからもたくさん動画あげるから見てね。